海田町は広島県秋群の町。古くは秋群役所が置かれていたこともあり、秋群の中心地として発展してきた。また、江戸時代は西国街道の宿場町として栄えていた。主要産業は陸上自衛隊第13旅団司令部や多くの松田関連工場など、松田の関連工場などに勤務するために南米や中国などから働きに来ている。 外国人も多く、町内には南米系の外国人を主な対象とした飲食店や南米の食料品や雑貨を売る店が何店舗かある。日本人住民とは大きなトラブルを起こしてはいないが外国人同士の殺人事件などが過去発生したことがある。町役場でも日本語の他に英語、ポルトガル語、スペイン語などの表記がある。 1956年に開花町が誕生した当時は人口が約1万2千人であったが広島市のベッドタウンとして開発が進んだことで人口が急増し昭和40年代前半には2万人を突破し1981年には3万人を突破したその後は1996年に3万人を割り込んだものの1998年に3万人を 回復。2003年4月に3万人を割り込んでからは2万8000から2万9000人台で推移している。ただし、住民基本台帳人口は2018年11月12月、及び2019年6月以降は3万人台を維持している。広島県では、同じ秋群の府中町に次いで人口の多い町である。また、竹原、大竹、秋高田方、 江田島の各市よりも人口が多い。一方で、面積は広島県の市区町村で、府中町に次いで小さく、総面積は13.79平方キロメートル、過重地面積はわずか7.35平方キロメートルである。人口密度は約2100人と高く、県との広島市よりも高い。なお、実質の人口密度は約4000人である。 1939年1月6月にかけて船越町との合併話が浮上するも破断する。1953年秋地方事務所が秋郡の町村合併計画を発表し、翌年以降秋郡旧暇町村合併協議会が設置され開催される。1955年には瀬野町、熊野町も参画するが、 当年度中に合併協議会は一旦解消される。1956年、瀬戸川流域の合併話が浮上すると、海田氏市も参加。同年8月26日に、合併の賛否を問う住民投票が行われて賛成が多数を占めるも、直後に流域合併の話が破断して分裂。最終的に、かい市と東海イベの合併が進められ、同年9月30日に、 両町の合併が行われた。広島市との合併話が出ているが、二点三点して合併問題はこ着している。一時は広島市と2003年に合併の調印を行ったが、その後反対意見の強まりにより2004年8月22日に住民投票が行われ合併は白紙になった。そもそも町内には中国地方を管轄する陸上自衛隊、 第13旅団司令部や多くの松田関連企業の工場が立地していることから基地交付金や法人市民税、固定資産税等の収入で町財政は安定しており合併に否定的な意見が多いとされている。同じ秋群の府中町にも松田本社があり、かつてキリンビール、広島工場からの巨額な法人市民税、固定資産税が入っていたために 広島市との合併を拒否してきたという、似通った事情がある。また、当庁の浄水道は、主に町内を流れる瀬戸川からの取水と、山陽新幹線のトンネルを掘削した際に掘り当てた湧き水を、町内の2カ所の浄水場で浄水し、給水する自主水道でほぼ全町域使用分を賄っているが、広島市との合併にあたっては、この自主水道を廃止して、広島市や府中町同様、 大田川の水を浄水した水の給水を受けることも条件の一つとして上がっており、その結果として、の島町並みの水道料金の高騰化が懸念されたことも合併拒否の理由とされている。2021年現在、町役場のすぐ南側を隣接して、JR 西日本山陽本線が走っているが、広島県と JR の間でこの周辺の区間の 広島都市県東部連続立体交差事業が決定している。この事業に関連して町役場の移転が必要となったことから2010年代を通じて長い議論が行われた。当初は2012年度末までの移転が計画されていたが移転先を決める作業が難航。財政難を理由に2013年8月には事業の中止が決定したが 2015年になって、再度高架化と、町役場移転先の論議が始まった。移転候補地としては、現在の町役場付近に移転する案。JR 海田市駅南口にある、葉倉庫を撤去し、移転する案。幸い町の海田中学校横にある、旧町営プール跡地に移転する案。南昭和町の旧広島県海田庁舎跡地に、移転する案。のよ案が出されていた。 1. 案は、町役場以外の海田町の施設に近いが、町役場前を走る旧山陽道は、道幅も狭く、駐車場も今の町役場以上に広く取れないなどとして、あまり指示する人はいない。2. 案は、海田町の玄関とも言える JR、海田市駅南口に、町役場が入る26階建ての民間との複合商業施設を建設することで、交通の便も良く、 町外からの利用者も利用しやすくできるというメリットはあるが、海田市駅自体が海田町と広島市や菊との境にあり、肝心の海田町民の大部分が利用しにくくなる。駐車場の土地確保が難しい。土日祝日は基本的に閉庁するので、駅前の活気に欠ける。などの問題がある。西田雄造、前町長はこの案を強く推進していた。三案は、 地理的にも海田町の中央部分にあたり、現在工事中の東広島バイパス沿いで、土地も広く、駐車場も多くの大数分のスペースが取れるため、車での利用者には便利であるが、海田市駅からは徒歩20分程度の場所になり、東広島バイパス経由のバス便もまだまだ少なく、町外からの利用者には不便ではないかとの声が上がっている。この案は、 当初、町議会議員の多くが支持し、無作為の町民アンケートでも過半数には届かなかったものの3案の中では最多の支持を集めた。4案は3案の立地に近く、開花市駅から徒歩12分とより近い場所になるが、広島県から敷地を購入するコストが上乗せされる。町議会は3案から支持を乗り換え、4案での移転を求める決議を採択したが、 山岡博史寺、全町長は、否定的であった。町は、移転にかかる費用の概算を、1、は15億4000万円程度、二案は19億1000万円程度、3、案は18億5000万円程度としている。2015年11月に投開票が行われた、町長選挙で、合同庁舎跡地への移転を推進する、元町議の西田雄造が、四0を目指した。 山岡博質疑を下し初当選を決めた。そして2018年3月、町議会で旧広島県海田町跡跡地に新庁舎を一転する決議案を可決した。なお、新庁舎整備基本計画における新庁舎建設の概算事業費は約35.4億円約39.7億円の間としている。海田町と近隣の町日の裏山、シ署山、 金家刀郎山が町を囲み、町の中央を瀬野川が流れている。西は、海田湾に面している。なお、平野部のほとんどは、かつては海で、鼓浦と呼ばれていた。瀬野川からの土砂の堆積や干拓、埋め立てにより、面積を広げていった。海田という地名の由来は、土地が開いていたことから、海殿になり、その後、海田に変わったとされている。 干拓や埋め立てを繰り返し、今の土地が形成されていった。そのため、干拓前に海岸が近くにあった場所の地名に、カニ、ハラや、西浜などがある。また、近年埋め立てられた場所は、海イ新深海と呼ばれる。町の地形は、旧海イ市町と、旧東海イ町で大きく異なる。旧カイ市町は、瀬野川の河口にあり、平地が多いのに対し、旧東カイ町は、 瀬野方面へと続く産地の中にあり、平地は瀬野川沿いのみである。2002年の農業産出額は7000万円、年間商品販売額は563億円、製造品出荷額等は1085億円である。松田関連の工場が数多く立地、東洋シート、吉羽工業、ワイテック、黒い鉄工、キーレックスが本社を構える。 南米系の外国人や中国人労働者も多数働いている。かつては、ブドウが特産品で、カイタドウというブランド名もあったが、現在は、特産品はない。カキが特産品とされることがあるが、カイタ町の出荷業者は1件を数えるのみで、ほとんどは、瀬野川を挟んだ対岸の広島市や菊、船越地区からの出荷である。2005年、 社団法人海多町シルバー人材センターが、ひまわりせんべい、うみたおこし、海多名所せんべいの販売を開始した。主に、町内のイベントなどで販売されている。詳細は、広報海多参照。専門学校、編集高等学校、編集中学校、編集小学校、編集海多町内の小学校は、1988年4月に、 公明が一斉に変更された。幼稚園、編集保育園、保育所、編集、町立町立保育所は再編計画が進んでおり、うね保育所、西浜保育所、公保育所を統合する予定。当面は、西浜保育所と公保育所を統合して、公保育所に集約する予定私立広島県過去、海端埋め立て地の北岸付近で、 南区津木見町と隣接していたようだが、現在、東海地区は秋区矢野新町2丁目になっている。広島都市圏東部地域の交通の要衝となっている。国道2号線と国道31号線、県道164号線が交差する対象交差点が有名で、毎日のラッシュ時は1から 2km に及ぶ渋滞が起きるところでもある。 ラジオの交通情報でもお馴染みの地名である。東広島バイパス、新広島バイパス、広島南道路に接しており、近隣には広島熊野道路、広島呉道路、広島高速道路があるため周辺自治体へのアクセスが良い。しかし、高速道路のインターチェンジは遠く、東方面に行く場合は、山陽自動車道、シワインターチェンジ、西方面に行く場合は、 初日地インターチェンジまで行く人が少なくない。西日本旅客鉄道山陽本線とクレ線の分岐点であり、前車は最上駅、後車はクレを経由して、三原市の三原駅で再び合流する。広島駅までは複々線であるが、旅客用と貨物用の複線並列である。乗客が広島市海田市駅広島市のルートで乗車する可能性もあるため、 海田市駅は紅葉駅同様、広島市の特定特市内駅とする措置が取られている。山陽本線では、東隣の秋中野駅との中間にある瀬地区に、新駅の構想があるが、進展していない。山陽新幹線が町内を通り、国道2号、瀬野川、山陽本線の上を立体交差するが、町内の通過区域のほとんどがトンネルであり、駅はない。芸用バス、 広電バス、海田長循環バスの路線がある。2003年3月末までは中国 JR バスも運行されていた。一般国道、編集その他道路、編集配線跡、編集戦前、海田市駅から陸軍被服支所海田市倉庫へ伸びる引き込み線があった。海田市駅南口から分岐し、鉄橋で瀬野川を渡り、南大正町交差点で、 国道2号と交差し、海谷市小学校を通り、自衛隊へと続いていた。海田市駅南口ができる前は、瀬野川手前まで軌道が残っていたが、今は道路となっている。尾崎川に斜めに架かる小さな橋が唯一の遺構である。ありがとうございます。